はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アニメワクワク研究室、パーソナリティ、電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい。ということで今回はですね、じゃじゃん。めっちゃ揺れた。届きました。いやー、あれですね。コロナ禍であっても散財は止まらないっていう感じですね。はい、ということで、サウンドハウスさんの方で買わせていただきました。それでは、開封、行ってみよう。先に開けとけよって感じしますけど。はい、見えたかな？はい、こちらですね。はい、今回買わせていただいたのはクラシックプロということでね、USB3.0 のキャプチャー HDMI の、製品を買いました。イエイ。まあ、何やねんっていう話なんですけど。まあ、いわゆるキャプチャーボード、外付けのキャプチャーボードで、まあ、ほら、テレビ会議用のウェブカメラを、ほら、GoPro とか、一眼レフカメラでやるために、こう、出力でこう、こいつかませて、パソコンに入れるとか、あとは、ゲームの動画とか実況を撮るときに、ゲームの出力を一回こいつ通して、で、片方画面に片方パソコンに入れて録画するっていうやつです。あれ、赤い。じゃじゃん！あ、いた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 。はい、ちっちゃいな。これだけ入ってんの。はい。ですね。HDMI in, out, audio, out, audio in が、それぞれありますね。はい。あとは何か入ってんの？ケーブル入ってんのよ。USB3.0。で、説明書。株式会社サウンドハウスって感じですね。はい。こちらの方、買いましたという、それだけの動画なんですね、今日は。で、まあ、こちらの方が、1万円税込み1万円ぐらいだったかな。9000いくらで。で、これの1個低い版、プラスチック。1個低い版の、が、なんだっけ。が、8900円とかそんなんで。で、めちゃめちゃ安いやつ。こんな感じで、インアウトとかなくて、こう、もう刺したら出るだけみたいな。ゲームには使えないようなやつが、2000円とか1000円とかだったかな、なんかそんなやつで、まあ一番高いやつを買いました。まあなんで一番高いやつを買ったかっていうと、まあこれが一番低遅延で性能が高いっていうのと、夏にマイクプリアンプを買って、そのポイントが1700円ぐらいあったんで、下のモデルのやつと値段が変わらなくなったので、いい方を買ってみました。はい。メイドインチャイナってことでね。まあ、せやろなっていう感じしかしませんけれど。まあ、なんで買ったかっていうと、なんて言うんでしょうね。ゲーム実況やってみたかったと。もう、ただそれだけ。はい。まあ、まさかね、こう届くのに1ヶ月かかるとは思いませんでしたけど、まあ、ちょっとね、やってみて飽きたらポイしようかなと思ってます。まあ、ゲームをそんなにめちゃくちゃするタイプじゃないので、どこまでできるかっていうのはあるんですけれど、まあ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 、ちょっとね、お遊び程度で楽しめればなと、思って買いました。で、そうですね。じゃあ、ここからゲームの動画でとかでキュッと変えられればいいと思うんですけれど、まあ、何撮るか全然決めてないので、これからちょっと使いながら、覚えていこうかなと思ってます。で、できたら、どっかで、Vlog とか言いながら、いつ撮ったかわかんねえゲームの動画を上げていきたいと思います。で、ゲームの動画が上がってこなかったら、あいつ心折れたんだなと思ってください。まあね、本当はね、こういうやつじゃなくて、アバメディアさんだとか、エルカドさんが出されてる、ちゃんとしたやつを買った方がいいんですよ。これ多分パソコン側で録画しないといけないんで、こいつ自身ね、録画機能がないので、多分パソコンにかなり負担かけると思うんで、本当にちゃんと録画できるかどうかもわかんないんですよ。で、まあ、低遅延タイプとは言っても多分すごく早いね、FPS とかそういうゲームにあんま対応してないんじゃないかなと、思ってます。どれぐらい負荷をどうかけたりかもよくわかってないんですけどね。やったことないから。まあまあまあ、もしもね、これで、よくね、ゲーム実況とか受けが良くてやるようだったら、いいやつ買えばいいかなと思ってます。だってこれ3倍ぐらいするんだよ、ちゃんとしたやつって。
2.5 倍ぐらいかな。うん。でもまあ、ね、やっぱりスモール、こういうのはね、初めてやることはスモールスタートからね、やっていけばいいかなと、ひたすら今言い訳をしています。はい。で、まあ、何をどうしたっけかな。忘れたな。まあ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 、いいんじゃないでしょうか。本当にちゃんとできるのか問題が先にありますから。まあ、これをね、手に入れたということで、私はこれからゲーム実況者として、こう、人気 YouTuber になって、こう、これだけで生きていくっていう、無理だな。どう考えても、ゲーム実況者の動画見る限り、割に合わん。そんな気が、しておりますけど、まあ、なんでしょう、ネタ困った時にね、ちょっとこいつネタ困ったなと思ってください、ゲーム上げてたら。なかったんだな、喋ることって思っていただければと思います。はい、ということで今回はですね、HDMI の、ビデオキャプチャーの、クラシックプロ CHD312 を買ったという話でした。ていうか HDMI ないんだよな、ついてないんだよな。買わなきゃ。それでは、バイバイ。